1978年の濁川駅と周囲約500メートル750メートル範囲。左が北見滝の上方面。貨物取扱い廃止直前の姿で、島式ホームはすでに撤去されているが、副本線は2本とも残っている。駅裏のストックヤードの東側だけが使用されている。典型的な木材搬出駅で、駅郊外の左右いずれも南側に。 営林所管轄の広大なストックヤードが設けられて、それぞれに引き込み線が引かれていたが、この頃にはすでに線路が撤去されて、土場の入出荷はトラックへ主役が移っている。写真の右下と左上に、それぞれのヤードの一端と、軌道跡が見える。かつては駅を境として、渚ぎさかつ方面は、南のおしらねっぷ、川上流から、森林鉄道、 おしらネップ線が、北見滝の上方面はやはり南の、なぎさなめ川上流の滝西やその奥の滝の上大国から、森林鉄道本流線が、それぞれのヤードに接続していた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成濁川駅は、北海道門別郡滝の上町、濁川中央に、 かつて設置されていた日本国有鉄道諸骨線の駅である。電報略号は2個。渚ぎ線の廃線に伴い、1985年4月1日に廃駅となった。所在地名より、アイヌ語のおぬきおの和訳とされている。廃止時点で一面一線の短式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。点鉄器を持たない。 防線駅となっていた。かつては、二面二線の相対式ホームを有する、列車交換可能な交換駅であった。交換設備運用廃止後は、線路は撤去されたが、ホーム前後の線路は、点鉄機の名残で湾曲していた。その他に、貯木場に続く専用線を有していた。職員配置駅となっており、駅舎は、校内の南側に位置し、ホーム中央部分に接していた。 濁り川の集落が広がる。1997年11月時点で駅の貨物列車用の材木置き場であった部分を含めてパークゴルフ場になっており、駅舎もほぼ完全に残存していた。2011年時点でも同様で、駅舎はパークゴルフ場の休憩所兼倉庫に再利用されている。車内には出発窓口も残存し、ホーム側も駅の雰囲気を残している。 また1997年11月時点では、駅跡から100メートルほど、渚ぎ川に標識が残存していた。また、さらに渚ぎ川に行くと、渚なめ川を渡る、兄弟跡が残存していた。ありがとうございます。